はい、今回は妊産婦選法の対策を見ていこうと思います。妊産婦選法、正確になんていう選法か、バッチリとは分かってないんですが、言いたいのは飛車先をいきなりついてきていきなり角頭を攻めてくるという、角道を開けずにもういきなりついてくるっていう戦法の対策です。後手でやられることが多いというか、先手でやるとこちらが不利になるので、その受け方を見ていこうと思います。まず飛車先先手がついてきて、こちらは、居飛車で同じように突き返していきます。でこうついてついて、ここでいきなり2四歩って仕掛けてくる戦法、2三歩と読んでいいのか、便宜上2三歩戦法と読んで進めていきます。でこれ突かれた時に同歩で取りますね。で同飛車ってくることが多いです。飛車先ついたからには交換する人がほとんどだと思います。でもこの時点ですでに、こちらに形勢触れてて、マイナス400ぐらい、後手の方がいいというふうになってます。で、静着は8六歩反撃ですね。でここで今回は2三歩と、もうここでいきなり先に打たれるパターン見て紹介していこうと思います。で2三歩ってバシッてこう打たれると、これは無視して8七歩成と攻め合います。で相手も2二歩成と攻めてくることが多いんですけど、ここで同銀と取るのが静着ですね、この場合は。でここで、相手の最善手が2八飛か7六歩って出てるんですけど、この角狙われてるのにこう7六歩ってついても結局角取られちゃうので、やりにくいかなと思います。相手からすると、相手目線で。でここで2八飛と引くのも一緒で、やっぱここで角取れるのでボロッと。でここで最善は2七歩打つとか、あとは3二金、金上がって一回受けとくと。でこうしておけば、向こうから早い攻めは多分ないと思うので、これでもうだいぶ1000点近く、800から900ぐらい優勢かなと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。では。